プロ野球ゲームは、宝が1978年から1998年までの21年間、販売していたカードゲーム。1994年からは、商品名にカードが付き、プロ野球カードゲームとなった。交換、宝プロ野球ゲームとも、宝プロ野球カードゲームとも言われる。1978年5月に第一弾セットを発売。 ただしこの年はカードゲームではなく巨人 VS 阪神の2球団が対戦するボードゲームの一種として販売。拡張カードセットとなるセントラルリーグその他4球団分は各々のハガキによる注文でしかそれぞれ手に入らなかった。カード枚数は1球団投手、保守、野手合わせて30枚。翌年となる昭和54年版より6球団30選手セットが個別に 点灯発売開始。しかし、55年度版までは、巨人 VS 阪神セットの拡張カードという趣向きが強く、パシフィックリーグ版6球団の発売も56年度版発売まで待たねばならなかった。パリーグ球団参入とともに、巨人 VS 阪神セットの発売がなくなり、それぞれ個別にプレイマットも付属するようになる。昭和62年版を最後に、 カード記載の言語表記が、西暦表記に移行。攻撃側、守備側ともにサイコロを2つ用いる。守備側が投球として、サイコロを2つ、同時に振り、その出目によって投球がストライク、またはボールになる。攻撃側は1球ごとに打撃か見送りかを通告し、その結果が見逃し、空振り、ファール、ヒッティングとなり、 さらにその結果を個人カードの理面に記載された結果で、ボンダやアンダとして、得点を競う。送りバとスクイーズ、ドラッグバとト、盗塁、ヒットエンドランは事前に相手に通告してから、サイコロの出目によって成否になる。守備側にもエラーの危険性もある。また、アンダで二塁から生還、二塁打で一塁から生還、ガイアフライで三塁から生還したいときは、打撃結果判明後に、 これらの機能の講師を宣告し、サイコロの出目によって成否になる。ゾロメの1.1などは、本類だなどアンダーが多く、守備側も決め玉になる。例外を除き、シーズン成績で5本類だしている選手には、本類だの項目が一つある。一つの球団につき、30人の選手カードが入っていて、前年の成績に基づいて、打撃の内容が記載される。 80年代初めは、投手ランクと守備ランクも記入され、レベルによって、決め球の数やエラーの確率が変わっていた。シーズン初めに販売されるために、新人選手などは、見込みの成績をもとに、項目が作られる。表面デザインは、時期により変更が加えられているが、理面のデメデータは21年間大きな変更はなく、組み合わせて遊ぶことができた。 低価は600円程度だったが、消費税導入後は値上げした。ありがとうございます。